最近喉がイガイガするんだよね。乾燥で喉がやられちゃってるんじゃない？喉飴とか舐めて喉の潤いとかを意識した方がいいのかな。喉飴の中にも医薬品、医薬部外品、食品があるよ。医薬品は薬のように咳や喉の痛み止め、医薬部外品は痛みや腫れを抑える効果や口腔内を殺菌することで予防に効果的だよ。でもそれじゃあ食品の枠組みで普通の飴とのど飴の違いって何なの？一般的なスーパーで買えるのど飴はメーカーがのど飴といえばのど飴になるよ。一応よく喉に効くと言われる蜂蜜や清涼感のあるメントールが入っていることが多いけど、医薬品、医薬部外品のような有効成分はないから、本気で予防したいなら医薬部外品のを買うのをおすすめするよ。最近はコンビニにも置いてあるから探してみるといいと思うよ。